フレンドちゃんよしパパさんムラッチライライテイさんしげやんさんごっちんさんマイティさんノージさんサッカさん井チさん関さん山口拓也さんひろぞうさんあーこんばんはゆうさん <laughs> ありがとうございますこんばんはヤッホーこれたりさまるさんありがとうございます油断してたケンティーを 抜き打ちですよ <laughs> みんな待っててくれたか抜き打ちチェックですよ <laughs> こんばんは今日は準備が早く終わったのでちょっと早めにしましたこんばんはどうしたら呼ばれるの TT ボーイさんえっとねまあコメントをしてくださった方は。 基本読ませてもらうんですけど最初にバーって読むのはもうあの来てくださった順ではるかが追いつけるまでは全部読ませていただきたいなって思ってました日によって違う <laughs> コメントの流れ具合によりますかねって感じかなちゃんとさっきに来て待ってたでわ嬉しいさすがだってめっちゃ早かったもんなコメント3番目ぐらいやったで。 こんばんばは少しでも長く見れて嬉しいにゃさんありがとう嬉しいてか早くしても皆さん来てくださるねんな嬉しい <laughs> 優しいねんこんばんはボンさんこんばんはアキラサッカーラブさんもありがとうございますソルトさんもカメキンさん琴葉ちゃん皆さんこんばんはありがとうございます 油断していてはダメなのね、わらゴーシーさん。そうですよ。ちゃんと見といて。<laughs> そう、はるかの配信はあのツイッターであの一時間前ぐらいにあのなんだっけ配信何時からしますっていうツイートはするねんけど何時頃なのであの前後する予定前後する可能性大なので。 ちゃんと見といてね <laughs> こんばんはあとくちゃん早速すき焼きタワーありがとうございます嬉しいとくちゃんありがとうそうなんですよ今日はいい肉の日なんですき焼きが食べたいという <laughs> はるかのわがまま言ってもいいですか <laughs> もうさっきツイッターで言ったけど <laughs> ああ井口さんありがとうございますすき焼きタワーワンありがとうございます嬉しいすき焼き派なのねそうなんですよあごめんまたあとできますご飯かな待ってるねまたありがとう買い物帰りの途中に見てるやぶちゃんあら気をつけてな 気をつけて帰ってくださいよちょっとじゃあテロップにちゃんとすき焼き派っていうことをアピールしとかないとなアピールしときます <laughs> はいアピールアピールしちゃった おねだり <laughs> 俺すき焼き食べたでうそんで誘ってくれへんのなんでですか <laughs> 今日は,は早めに来れた幸せほっちゃんあありがとう嬉しい最初から来てくれて今日も髪型かわいいバタヤンさんありがとう今日はストレートですストレートおろしあひでさん ひでさんすき焼きタワーありがとうございますうわあ嬉しいありがとうありがとうございます大すき焼き <laughs> ステーキ食べながら見てますちょっとなんでみんな呼んでくれないの約束したやん <laughs> はるかを呼ぶって約束したやん <laughs> こんばんは FW1903 シーさんともりんさんかっきーさんこんばんはありがとうございます今ピザ食べながら見てるなホリーさんピザもいいなピザもいいけど今日は肉の日ですからね <laughs> 初見ですザキさんありがとうございます嬉しい初見さんなんで来てくれたんですか ありがとうこんばんはバイトもなく久々にちゃんと見れ,見れてうれしろまあリありさちゃんはるかもうれしろまですミル <laughs> さんありがとう焼肉派じゃないのか泣きわらま君くんまくんは焼肉好きなんかなこないだ焼肉食べてるって言ってたよね焼肉も好きやね 焼肉もも好きですよもちろんただすき焼きの方が好きです <laughs> こんばんはジョナサンこんばんはありがとうございますこんばんは田辺麻婆さんありがとうございますこんばんはなちュちゃんもこんばんはありがとうチップさんもありがとうございますまた可愛くなってるシさんありがとうございます アルちゃん今日も可愛いよアンケンさんありがとうこんばんは自分もすき焼き好きこうこうくんすき焼きいいよね美味しいよなこんばんはみんなお肉めっちゃ食べてるやんいいないいな <laughs> 焼き肉派やけど今日からすき焼き派になるわやっすーさん嘘 <laughs> 何それははるかのあれってこと <laughs> 今日もかわいいはるちゃん見れて幸せですあやかちゃんあ今日もありがとう来てくれて嬉しいすき焼きで好きな具は何お肉以外でうんお肉以外やったら何やろ <laughs> あこんにゃくこんにゃくと何だろうでも最近豆腐も好きです豆腐こんにゃく結構なんか糸こんにゃくとかも好きですね「今日の夕食は家で焼き肉でしたよしパパさん」「ほらまた呼んでくれてない」 ちょっとみんな <laughs> 今日のメイク好きかわいいホまマうれしい今日ちょっといつもとアイシャドウ変えてみてん実はでアイラインはなんか長く引きすぎた <laughs> 自分でもなんか終わってからあれってなった豆腐おいしい 美味しいよなあとは玉ねぎとかも好き玉ねぎえのきとかも好きですすき焼き結構だからなんかすき焼きになるとあれないよ野菜めっちゃ食べれますなんかあれないよね あんまり普段野菜めっちゃ好きってわけじゃないから <laughs> パクパクは食べへんねんけどすき焼きとかになると食べれちゃう玉ねぎ食べれないそうなん確かに好き嫌い野菜ってまあ結構好き嫌い多いよね。 こんばんはひるきーさんこんばんはありがとうございますあばえびさんこんばんはありがとうございますとりあえず退社しますまた後でごっちんさんお疲れ様また待ってるね 明日春日の生写真ゲットしてくる。おお。報告待ってるな。<laughs> また。しいたけは。ああ、しいたけ。しいたけも好きかな。<laughs> 食べるのは食べるかも。こんばんは。のぼるさん。こんばんは。 南田寒田さんこんばんは今日もありがとうございます嬉しいあらごちんさんすき焼きたわーありがとうございます大好き焼き <laughs> ありがとうこんばんは久しぶりに来れたお父さんこんばんはありがとうございます久しぶり 今日もルカルームにぎわってるね、ライチッチさん。いや、もう皆さんのおかげですよ、ほんと。みんなが見に来てくれるから。こんばんは、こんばんは。えのきも大事やで、トシアンさん。えのき好きよ。えのき好きです。ふ、入れない。ふは入れないね。入れたことない。 でも好きですあのー、お味噌汁に入れて食べる風好きですおふのお味噌汁大好きやっぱみんなそれぞれにあるよね好きな具とかはるちゃんパワーめっちゃ可愛いいスマイルさんありがとうございますはるちゃんパワー すき <laughs> 焼きって関西と関東は違うよねはるちゃんはやっぱり関西風が好きりなずさんえね言うけどはるかどうなんだろうはるか関西風のしか食べたことないんじゃないかなもしかしたらなんかよくあるよなうどんのさだしとかもさなんか関西と関東じゃ違うみたいな。 テレビで見たことある気がする結構ありますよねそういうの立ちが違うとか <laughs> 食事から帰ってきたおお帰り待ってたよ <laughs> めっちゃすき焼き食べたくなる配信やね今日。ハルカルームは基本的なんか なぜかあのー、ご飯のお話になるんでね <laughs> 今日は肉の日ってことですき焼きのお話いっぱいで <laughs> こんばんは寒さんこんばんは今日の春ちゃんやっほたくまさんやっほー元気こんばんはしんやさんこんばんはありがとうございます 関西風しかカタンって書いてある方もいる。えー、そんな違うんかな。ああ、とくちゃん、これは。焼肉ですか。焼肉タワー、ありがとうございます。焼肉ー、ありがとう。焼肉も好きやで。焼 <laughs> 肉も。大好き。ありがとう。 はるちゃんこんばんは G ボイさんこんばんはお腹空いてきたあらもう夜ご飯食べたみんなお腹減ってくるからやめてほしいゆうきさんなんかごめんな <laughs> なんかごめんなきんにくんさんこんばんはありがとうございます今日はいい肉の日らしいねすき焼きと焼肉両方食べてください優しいなんて優しいの もう今日ははるかお腹いっぱいもうパンパンですわ <laughs> あゴール1達成してたってジュニアさんありがとう教えてくれてありがとうございます皆さんのおかげです本当にこれはゴール1達成したってことはお肉食べれるってことですかはるかそういうこと はるちゃんこんばんは修行ドライバーさん今日もありがとうございますお肉をゲットしたらママも喜ぶねなんかさんそれな家族で家族で <laughs> 今カレーうどん食べた正かみーさんカレーうどんあったまりそう冬食べたくなるよなカレーうどん食べたら絶対にはるかさ服汚すんやけどどうしたらいい ダメなんやけど目の前にすき焼き来た今から食べますしんちちょっとなんでハルカをその場に呼んでくれてないんですか <laughs> ちょっとちょっとみんな置いてかないでよ <laughs> 置いてかんといてやこんばんはプリオさんこんばんはありがとうございますコウさんもこんばんは ありがとうございますこれは嬉しいねひでさんいや本当に嬉しいめちゃめちゃ嬉しいですありがとうお腹いっぱい食べたいと思います <laughs> いいなみんなお肉食べてる とはいはるかチキン食べました今日 <laughs> チキン食べた <laughs> カレーうどんは危険え危険よな難しいあれズルズルって吸ったら絶対ね飛び散る <laughs> 絶対あかんのようどん系とかラーメン系ってやっぱ <laughs> うどん系っておかしいな麺系かねダメだよなすき焼きとしゃぶしゃぶならはるちゃんすき焼き派ですかもう即答ですき焼きですそれぐらいすき焼き大好きほんまにね一番好きかなもしかしたらお肉お肉 料理っていうの,かなの中ですき焼きがいっちゃん好き <laughs> ダジャレみたいになる <laughs> ダジャレみたいになるけど一番好きですね何よりも好きかも今日のその服でカレーうどん食べたら悲惨なことになるんじゃないいや絶対そうよアンジービーがお気に入りのアンジービーが。 好きな鍋でもすき焼きだもんね <laughs> そう <laughs> 好きな鍋って聞かれてもまあすき焼きって答えちゃうかな <laughs> こんばんはチャオリさんこんばんはありがとうございますすき焼きで鍋に残った野菜や肉の端っこを翌朝食べるのが好きへえ。そんな楽しみ方もあるのね美味しいよな お腹空いてきたミキーさんね腹ペコになっちゃうすき焼きは肉より長ネギばかり食べちゃうああ美味しいよねネギも美味しいこんばんはひとしささんえ久々じゃないですかこんばんはありがとうさだの家のすき焼きの締めは何ですか特にないかもなんかねさだの家 意外とみんな消食で基本的にはだからね締めまで結局いかないんですよねお肉食べて野菜食べたら結局なんかお腹いっぱいになっちゃって <laughs> なんかねそんな感じですとか締めっていう締めないかもうん <laughs> やっほーはるちゃんゆうりんさんこんばんはヤッホー,ーありがとうございます私は豚のしゃぶしゃぶが好きですヤンさんしゃぶしゃぶもね美味しいよなしゃぶしゃぶはなんかあれですねポン酢で食べるのも好きやけどなんか最近はごまどれごまのねドレッシングで食べるのにハマってる 好きですね締め行かないのめっちゃわかるってええー、嬉しいなんか仲間 <laughs> 仲間いたねすごいと思うだからみんな美味しそうやなって思うねんけど結局食べれへんのよいつもこんばんは花の助さんこんばんはおふるさんもありがとうございます こんばんはんごまは美味しいな美味しいよななんかさサラダとかでもさコンビニとかで売ってるじゃないですかなんか豚しゃぶのサラダみたいなそれについてのってごまどれやんか最強じゃないあの組み合わせめっちゃわかるごまどれ と食べるの好きフフ仲おいしいよねなんかあっさりなんやけどあっさりしすぎなくてめっちゃ好きです締め食べたいからちょっとだけ控えるあ賢いやつだ <laughs> 賢い食べ方ですねこれはそうすればええやんっていう話なんやけど 結局お肉いっぱい食べちゃっていつも食べれなくなるんですよね。<laughs> こんばんはピロヤンさんこんばんはしましるさんもありがとうございます。遅れちゃったこんばんは平沢さんもありがとう。ごめんねはるクがちょっと早く始めちゃったから。<laughs> ごめんねうさしもお肉食べるの食べますようさしお肉好きでなんか。 あの鶏のの胸肉とかあとそれこそ豚しゃぶとか時々もう豚しゃぶは本当にもう時々なんですけど食べますねもう大好きなんですよね あ、ささささみみかさフ <laughs> な何て言ったらいいんやろそうぜい贅沢、時々贅沢そうやってしちゃいますやっぱ人間の食べ物気になるみたいですねもちろんあげちゃダメなものはあげへんけどささみだねささみですそうそうそう うちちのワンちゃん贅沢なので鳥のささみしか食べわ分かるでもめっちゃ大好きですね今日もさっきあのげてきました今日はうさしのご飯担当をした <laughs> ご飯担当お散歩も行きましたね今日は。 宇佐市のお散歩ささみ好きよね実家の犬もささみ好きやっぱそうよなそうですよねこんばんはマスクさんこんばんはありがとうございますうちの猫も超食べ物狙ってくれ <laughs> そうなよわいいやっぱどこのねペットもそうよなきっと <coughs> はるちゃんこんばんは今日もかわいいはるちゃんが見れて幸せですそんなあややちゃんありがとうオレンジのハートいっぱいありがとうドリアンおじちゃんさんこんばんはありがとうございますうちの猫も乾燥ささみ大好きで今日も食べてましたはるかさん同じ名前かな親近感 <laughs> ささみね ささみは食べて大丈夫だもんな。<coughs> こんばんは、おっぱおっぱさんこんばんは、ありがとうございます。 うちは愛犬まで甘党なんだよねへえそうなんや犬に甘党とかあるのサシはどうなんだろう思うからん甘党とかあるの知らんかった 最近のワンちゃん猫ちゃんいいもの食べてるよねえ <laughs> そうなんかな分からんあんことか大好きなんでえあんこって食べれるの知らなかった <coughs> うちの愛犬はご飯食べてるときずっと横にいる横浜のマークかわいいよねいつも手あのガジガジされる <laughs> 食べたいって言われる 私も文鳥が食べてるもの食べたがるから果物とかならあげてるはなちゃんえーすごーい確かに果物とかあげやすいよね <laughs> こんばんはまさまささんまさと様こんばんはありがとうございます <laughs> おさしには犬用ケーキそう犬用ケーキね前あげたんですよ誕生日の時に全然食べなくて <laughs> えっってなったなんかねあんま好きじゃないらしい <laughs> ダメでした自分のこと多分犬じゃないと思ってる <laughs> 食べないとかあるんやフレンドちゃんえ食べへんのよ一口あげてペロッてしたんやけどなんか違うかったらしくて <laughs> 食べなかっただからもうその次の年からはあのないです <laughs> なしなしにしちゃったそう 目乾燥するめっちゃ目乾燥するからさエアコン切った暖房切ったそれでも目が乾燥する後ろに見える6体のなんか気になるタレパンさん <laughs> これはうさまるですよもう一回見せとくわなじゃあ。 ショールームでこの間開封したうさまるちゃんですうさまる可愛くないはるかの大切なコレクションで怖い、落としたら本当怖いよこれ。落としたらもうバラバラってなっちゃうこんばんはシムさんこんばんはありがとうございます 前髪ケープしてる1ミリも動いてへん気がするいやもうほんまに動かんようにいつも,もう固定するんですよなんかねあのー、いつも普段から前髪気にしちゃう人やから普段からね公演の時と同じスプレーするからねマジで微動だにしないんよコンプリートそうコンプリートしたんですうさる。 そうめっちゃかわいいよな正体が分かった『スッキリ』あそれはよかったですちなみにママの「おしうさまるは」は寝転んでるやつひよこが頭に乗ってるやつらしいです <laughs> 全部かわい俺も昨日飾ったあ嘘お揃い おそろいやん。うさまるさんたちいつ見ても可愛い、それな、いつ見ても癒やしいよな、本当。本当に。はるちゃん、アイラインいつもと違う、いつもよりなんかね、長くなりました <laughs>。許して。ちょっとはるかも、こんなつもりじゃなかったんですよ。 こんなつもりじゃなかったんやけどちょっと引きすぎてそう <laughs> ちょっと許して <laughs> あママさんとおしゅうさまる一緒だって書いてる嘘ママと一緒 似合っってててるから大丈夫って書いれ優しいありがとうはルかも弾きすぎたって思ったんやけど消しちゃうと消しちゃうでちょっとねなんかこの辺黒くなっちゃうんですよだからもう諦めた <laughs> 今日はちょっと濃いけどまあいっかってまでも公演の時とかはこれぐらいかも劇場公演とかライブの時はこれぐらい弾いてますなんか劇場公演 メイクぐらいいの感じで引いちゃった近くで見るとすごい違和感言われて今気づいたホ前。マや気づけるのがすごいと思う言ってもね分からん時は分からんからはるちゃんに提案してもらったうさまるネイルの写真見て懐かしい可愛いってなってたああ 懐かしい覚えてるやってくれたのめっちゃかわいかったはるかもやりたいぐらいはる <laughs> かもね「うさわるネイル」やりたいぐらいなんやけどちょっとね多分ダメなんよねキャラクターは残念ながら。 私スタンプだとニューワールドの逆立ちうつは丸お気に入りかわいいよなだってさあれさ手ついてないやん <laughs> 頭で支えてんのマジでかわいいんやけどほんとかわいいなんでそんなにかわいいの毎日思うんやけどそんなもうそれはメイクのおかげ <laughs> メイクのおかげをメイクしいいひんかったほんまにもうあれよ スイッチ入ってなさすぎてもう目開いてないよ <laughs> 本当にこんばんはボブさんこんばんはありがとうございます。照明あるるから濃いめにメイクすすのねねジーニさんそうです、ね、公演とかライブとかだとまあ距離感もねちょっと遠くなるし照明とかもあって飛んじゃうから。 結構濃いめにしますねショールームのために毎回メイクしてるのまあ一,一応それもあるけどあのー、別にショールームショールームっていうかオフの日でもメイクはしますかな,なんかスイッチなんですよね自分の中でメイクシーン買ったら本当にあに時間とか関係なく起きてないんよ本当 からスイッチ入れるためにします。あら、ひろぞうさんすき焼きタワーありがとうございます。ひろぞうさん、大すき,き！焼きありがとう。うわ、やばくない。ここの今遥かの下画面のところをちょっとこれ。ほんまに食べたいな。これ。<laughs> お腹いっぱいなるね。これは？ありがとう。 こんんばはよしさんこんばんは,よしさんこんばんはありがとうございますこんばんはオフの日でもメイクするの偉いねなんかねなんかそわそわするんよねメイクしてなかったらダメなんですよねなんか唇の皮めくれてきた すき焼きいっぱいでその中に焼肉も一つ <laughs> 紛れ込んでてお肉パーティーだ今日は嬉しい食べたそうなはるちゃんがかわいいいやもう食べたいよめっちゃめちゃめちゃ食べたい こんばんは、ともさん、こんばんは。ありがとうございます。完食してもろて。いただきます。パク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 。パクパクしてみた。 いいつか日本にに行ける,はるちゃんに会いた,い、ねま、たぜひまたでもお話し会でもね話そうねまだ全然決まってないけど決まってるはるちゃんの癒しボイスでパワーチャージさせてもらってますなかしーさんありがとう最近いつも来てくださって嬉しい おかえりお疲れ様パ <laughs> クパクはるちゃんかわいいサカさん恥ずかしいはる <laughs> ちゃん食べてる姿絵見れるって自信あるうそそんなことないよそんなことないよっておかしはるかが言うのおかしいか <laughs> 子供ちゃんの前でよくやるやつエアパクパクかわいい <laughs> <laughs> ほんまにいい先生やな <laughs> 来たよ竹さこんばんは今日もありがとうこんばんは先週の大阪魂ぶりにこんばんはテイクルさんありがとうございますショールームまで見に来てくれてありがとう ちちゃゃんんとお話しししたい彩香ちゃんしようね絶対約束待ってますアイス食べる配信をこっそり待ってるアイスかアイスは公演終わりとかだったらあるかもねこの間それこそ昼夜公演昼夜じゃなかったなこの間この間公演終わりに。 食べながら配信したな確かかき氷配信は今年どうでした,どうした今年はかき氷機一回も出してませんもはや <laughs> もはや箱から出さんかった一回も使わなかったですねなんか今年かき氷は 夏はもはやバタバタしてたっていうのもあるのとロケでかき氷食べたからそれでもう満足しちゃって食べなかった別にいっかってなっちゃったが <laughs> 多分奥の方にしまわれてると思うアイスは主にどこで買っていますか んいろいろかなコンビニのファミマセブンローソン本当にいろいろあとスーパーとかもあるしマジでいろんなとこで買ってるかもどこっていうのは決めてないですねなんかおいしそうだなっていうのを買ってるあとはなんかお姉ちゃん結構なんか食べ物詳しいんですよ多分詳しいいっていうかか食べるの好きやから なんか教えてくれたりとかあとはインスタとか見てこれ食べたいとかいうのを見つけて食べてます春活が何気に難易度高めですまあ仕方ないよねアイスを制覇しようとしてるのでそこは申し訳ない。その時は あ,あ,あったらいつかあったら食べてみようっていう感じで見ててもらって <laughs> 見つけた時にぜひ夏は新選組と初夏で忙しかったもんね,ね今年の夏はなんかほんまにいつも以上にあっという間だった気がするグルメなお姉さんなんやそうなんかねなんかどこどこの なんていうお店美味しかったって言ったらもう基本なんか知っはるかと本んとに違う違うっていうか真逆というか逆でご飯もすごい興味があるからなんかいろんなお店食べに行ったりしてるからいろんなとこ知ってるねはるか基本さあんまなんか特別なくご飯に興味があるわけじゃなくて。 なんかこう好きなものは好きなんやけどだから好きなものをなんかこうずっと食べちゃうというか決まったお店ばっかり行っちゃうからあんまりなんかこういろんなお店知ってるわけじゃないからお姉ちゃんに教えてもらったりすることもあるかな <laughs> はるちゃんインドは早からまあ確かにそれもあるかも。 でも本当にねごなん何でもいいって言っちゃうよね食べるの好きなんやけど美味しいの大好きなんやけどなんか美味しかったら何でもいいって思っちゃうタイプやから特別はるちゃんお姉ちゃん何歳離れてるの鶴吉さん12離れてますえと一緒 <laughs> えっと一緒です <coughs> 優しいお姉さんやね本当にもうめちゃめちゃ優しい自慢のお姉ちゃんです同じく仲間発見 <laughs> 発見外食行ったらどこでもいいよっていうパターンやなそれそれですなんかママいつも困らせちゃう <laughs> 夜ご飯とかももう何か「何食べたい?」って言われても何でもいいよって言っちゃうタイプだからそうまあはるかは基本そうですねうどんはそんな食べないから <laughs> 基本なんか <laughs>「うどん以外なら」って言っちゃう。 本当うどん大好きな方いらっしゃったら本当にごめんなさい申し訳ないんですけど <laughs> うどん以外なら何でもいいって言っちゃう <laughs> あんまりねちょっと猫舌やしあんまり食べない <laughs> そう言われてみれば妹っぽいタロタンさん本当 妹っぽいそううどんそうやねうどんはね食べないんよ美味しいんですよ肉うどんとか好きやしきつねうどんとかも好きなんやけど <laughs> うどん以外があるなら他に食べたい <laughs> っていうだけ別にうどんが嫌いなわけじゃないんよ あ、そばもねあんま食べへんかななんかね麺類はラーメンしかあんま好んでは食べないかもそう <laughs> そうなんやうどんから そうめん,う,ーんうどんかな <laughs> それは <laughs> そうめんねちっちゃい時めっちゃ好きやったんよこれはまた昨日のなんか食べ過ぎてあんまり好きじゃないっていうのになるんかもしれんけどねそうめんもちっちゃい時大好きでもうなんか毎日のように食べてたらもうちょっとあんま好きじゃなくなっちゃってもう何年かここ何年かは。 もう夏にもそうめん食べてないですね一回もパスタもおまさあパスタ大好きパスタ大好きだ忘れてた麺類忘れてましたパスタとラーメンは好き <laughs> 他はねあんま食べないですね麺類そうなんよ そうなよねあっそうめん食べ過ぎて今苦手って一生 <laughs> 仲間やそうなんですよねそうだからそう <laughs> そういうちょっとややこしいオーダーをしちゃいますねママに食べ過ぎて嫌いになるのあるあるやなねあるあるよな 食べ物そういうのおこちゃま料理が好きと正解 <laughs> ほんまにおこちゃま料理大好きですね普通にチーズインハンバーグとか <laughs> あ焼きそば焼きそば好き好きです焼きそば忘れてた <laughs> また麺類忘れてた <laughs> 焼きそばパスタラーメン好きだねその3つかも 感じかな本当にお子様お子様ランチみたいなのあるじゃないですかああいう系のご飯好き <laughs> 基本本当になんか舌がお子ちゃまなんでまだまだ卵も甘い卵焼きじゃないと好きじゃないし卵焼きか。 今焼きそば食べてるおいいね焼きそばはるちゃんやっと来れたゆりりん今日もありがとうこんばんはヒッチさんこんばんはありがとうございますこんばんはゴーさんこんばんはありがとうございますうどん以外好きってことねそう,うどんとそば以外あとそうめん <laughs> 以外 <laughs> 意外とあった今日は何アイスを一日一アイス見てくれてるんですか今日はまだ食べてないですね後で食べてのせますハンバーグ好きでしょうしょうちゃんだにゃんさん大好き <laughs> 大好きですこんばんはゆうちさんこんばんはありがとうございます 卵焼きは甘いの方をかか一緒だ年越しそばも食べん食べないななんかね年越しそばはねそばが好き嫌いとかじゃなくてねなんかそれこそ本当あのバレエで体型管理してたからその時間に食べ物を食べるってことがなくてそう。 それの関係もあって食べないかなタイメイケボルシチさん初見ですありがとうございます嬉しい初見さんなんで来てくれたんですかありがとうございます 最近のツイイッターアイスよよく見るよあ嬉しいありがとうはるちゃんちってイベントに参加しない家そうでもないですただ食事はもう本当にバレエの関係で体型維持体型管理を中心にしてたからあんまりなんかそういうなんかこう何て言うんだろうな体型が変わっちゃいそうなことは 控えててたっいいうぐらいで別にイベントごとやらなないいわけじゃないこんなふうにクリスマスとかの飾りとかツリーとかも普通に毎年飾ってくれるしって感じかなだからバレエやる前4歳までとかなんですけどバレエやる前は結構クリスマスパーティーとか。 お誕生日会とかもしてたけどバレエ始めてから、まあ、時間もなくなっちゃってそういうもうね週に6回はバレエのレッスンがあったんですよ。もう夕方から学校終わって帰ってきてから夜まで基本バレエだったからもうなんか家族で集まる時間もなくてそう。 だからそれきっかけであんまりなんかそういうパーティーみたいなことはしなくなっちゃったかなできなくなっちゃいましたねママさんイベント好きそうママ大好きですイベント <laughs> だからちっちゃい時とかはよくなんかケーキに唐揚げの山盛りにチキンとかまあか揚げチキンは別々だけどとかあったけど バレーでなくなくっっちゃったねほぼ毎日バレエやんそうだから一日空いてたりしてもその一日は自主練に行ったりとかしてもはやもう週全部バレエみたいな <laughs> 感じあったからできなかったんですよねなかなかケーキとか食べてなかったのケーキは控えてました なんか洋菓子は太りやすいっていうのをなんか聞いて控えてたねもうバレーガチ勢少女すぎて旅行とかも行かなかったの行ってないですね本当にバレー中心すぎて行かんかったねそう はるちゃんこんばんははるちゃんは焼肉よりすき焼き派なのわっかんさんこんばんはそうですねどっちも好きでもどっちも好きですその反動がいつか来そうねいや来たんですよ NMB 加入してすぐに来たいね <laughs> で NMB 加入して <laughs> 太って <laughs> めちゃめちゃ太っちゃってそれで やばいってなって1年前ぐらいに痩せたよねコロナの自粛期間中に <laughs> ほんまにもう多分その反動やったんやろうなって思う好きなもん好きなだけ食べちゃってなんかいつの間にかあれ加入する前とする前より太っちゃってるってなって <laughs> だから今日ねなんか携帯の 写真のフォルダー整理しとったんやけどもうマジで別人すぎてほんと見たくなかった自分の昔の写真 <laughs> それぐらいそんな経験があったねそうなんですよだから昔の写真とか見たら本当に顔もうパンパンで埋もれてます本当にちょっと冗談抜きで <laughs> そう だからもう昔の写真は結構消しましたね <laughs> 今日 <laughs> 今日消しましたあんまり見たくないまあでもそれがあるから今の自分があるんですけどその頃の自分があったからこその今の自分やとは思うんですけどねそう なかなか別人だったなんか「ドントルックバックのそれこそ衣装今公園で着てるじゃないですかあの衣装を多分生写真撮影の時に一回着たんですよねその時の写真があって見比べたんやけどほんまに別人すぎてびっくりした自分で本当にびっくりでした <laughs> 消される前に集めないと、まあ、SNS に投稿してる分は消さないですよ消さないけど今日も仕事の合間にハルちゃんフォルダー見てたえー、嬉れしすぎる毎日見てな <laughs> 毎日見てね <laughs> じゃあ痩せてからのハルちゃんしか知らないかもほんまもうそれでいいです <laughs> それでいいですですも1年前の方がね痩せてますね今より多分1年前ぐらいが一番痩せてたんちゃうかなさやさんの卒婚の時とかが一番痩せてましたね最近ちょっと若干丸くなって 習い事終わって今来れた。ゆいかさん、ありがとう。今日も来てくれてありがとう。こんばんは。ヘアパーの時も痩せてたの。確かにヘアパーの時もめっちゃ細かったね。確かに。 今コンタクトがずれる乾 <laughs> 燥しすぎてコンタクトずれちゃう,もうでももう52分なんか早いあっという間だ。 明日の休み何何しようかか迷いい中何か案をくださいコスピーさんええー、休みなんだったらやっぱ自分のなんかしたいことがいいんじゃないですかやっぱりなんかなんだろうはるかだったらうんんやろうな <laughs> そう言われるとむずいななんだろう一つは寝る <laughs> もう一つはちょっとお出かけして美味しいもんとか食べてなんかショッピングしてしたいことしますかねやっぱ夜キーおやねんけど今日寒すぎて凍りそうえー、気をつけてあったかくしてね 今絶対言うと思った <laughs> バレたバレた今日ねはるちゃんおすすめのスタバ飲んだよあっ嘘美味しかった一つ目が寝るわら佐藤さん、うん、やっぱ寝るの大事やっぱ寝るのね大好きですね <laughs> 寝るの大好きやからそうん <laughs> レオパのオンデマンド見ましょうおいいこと言ってくれる見ようこんばんはこころさんこんばんはありがとうございますもう12月来ちゃうね早いなほんまにあっという間12月 なんかでもね毎年思うけどななんか年末好きなんですよねなんでかわからん特別何があるかとかないんやけどなんかね年末の感じがね好きなんよねいつもなんだろうなんでだろう分からん自分でも分からんけどなんとなく好きなんですよ <laughs> こんんばはヤマさんこんばんは,さんこんばんはありがとうございますあさってからめちゃくちゃ寒くなるみたいそうなんもう寒いのに嫌だ分かる12月えっ上がるよなテンションそうなんよねなんかなんか終わっちゃう寂しさもあるんやけどなんか楽しみあみんな分かるって書いてくれてるそう なんかねそんな感覚に毎年なります、ね、<coughs> <coughs> その年が充実してたからやるねそうなんかなどうなんだろう <laughs> <coughs> もうすでに寒くて凍えてますそれな本当になんとかしてほしい <laughs> ということでそろそろ教えてはるちゃんしたいと思いますイエーイ教えてはるちゃん教えてはるちゃんいいですかやっても、うん、わーいやったー はーいありがとう嬉しいきた <laughs> そんなに喜んでもらえるのこのこの企画嬉しいではでは教えてはるちゃんいきたいと思いますそれでは早速1つ目いきます今は検索すれば何でも分かりますけどはるちゃんは辞書とか使って調べたりする これは小学生の頃はなんかね漢字の辞書とかなんか言葉の辞書とかなんか買ってもらってめっちゃなんかこうワクワクでめっちゃなんかこうアンダーラインとか引いてめっちゃなんか付箋貼って <laughs> そういうの好きだったんですけどいつの間にかなんかあんまり使わなくなっちゃって <laughs>。 最近とかも基本ほんと検索して携帯で調べちゃうから全然ですね <laughs> そういう小学生の時の一時期はあのそうハマってたんですけど今やもはや多分ないかもしれない辞書辞書さめっちゃ場所取っちゃうじゃないですかだからもう いらんかと思って確か捨てちゃったかもしれないもう分からん <laughs> もしかしたらどっか奥底にあるかもしれないけどって感じかなでも一時期は本当になんかそういうの好きでめっちゃ風船張ってなんか楽しんでましたちょっとしたこととかでも調べてあこれってこんな意味なんだとかこういう時に使うんだとかそう。 って感じかな難しいよね辞書引くのってでもその時はめちゃめちゃやってたなんか辞書授業で辞書の引き方みたいな習った時に辞書をどうやってあ辞書を早くなんか引ける引けた方がいいみたいな引けた方がいいっていうか <laughs> なんかクラスの中で。 競い合う時間があったんですよなんか先生が書いた言葉を意味調べてくださいって言って誰が一番最初に辞書引けるかみたいなもう負けず嫌いだから <laughs> それはめっちゃすぐ引いてすぐ手を開けててんか答えてました。そん時はめっちゃハマってだからもうなんかね誰よりも早く引くぞみたいな <laughs> 感じ。 でそう家に持って帰ってもみんなおき弁するのにはるかはなんかちゃんと家に持って帰ってまでちゃんとなんか調べたりとかしてたけどそう頑張ってそうめっちゃ頑張ってたよほんともう絶対一番がいいと思ってやってましたね懐かしい思い出したわ懐かしいそうそんなこともありましたはい じゃあ続いて、えー、佐藤さんから頂きましたありがとうございます、えー、初教えてはるちゃんですね金曜の夜は何もなければ勉強せずにゲームするっていう謎のルーティーンがあるのよねわらはるちゃんも1週間のうちルーティーンはあるかなこれはまあねはるかていうかまあ NMB 加入してから 基本的にこう1週間同じスケジュールじゃないわけですよ。なんか曜日にごとに決まってるっていうわけじゃなくってその日その日で違うスケジュールだからなんか基本的に1週間のルーティンみたいなことはな,ないんですよね実は。なんか寝る時間とかも次の日のスケジュールによって違ったりするし。 起きる時間も違うしってなると1週間のルーティーンっていうのはないんだけど、まあ、次の日が休みだっていう日のルーティーンだとお風呂上がりにあのママと録画してたドラマを見て夜更かししちゃうっていう <laughs> これが、まあ、はるかの休みの日の前の日のルーティーンかな。 感じですそうもう本当にねバラバラないよね1週間で決まってることがないからそう日によって違うしって感じかな休みの日だとそんな感じですはいそうお仕事柄お休みが不規則そうなんですよねそうなんかまあ毎日のルーティンとかはね 寝る前に最近だとホットミルク飲むとか <laughs> まあブログ交換ノート書くとかそういうのはあるんだけどそうだから休みの日の前だとドラマ録画してたの見て夜,が夜更かししがちです。はいいじゃあ続いて え山口ライライテさんからいただきましたありがとうございます。三温糖の特徴を教えてください <laughs>。もうこれ料理シーンはるかに聞いていいことなんて思ったんですけど <laughs>、まあ三温糖ねあのちょっと茶色い砂糖ですよね。これ砂の家は三温糖を使用してます。そう三温糖です。 でなんかママに「何です三音灯使ってんの? <laughs> っんの」って聞いたらなんか「体にいいって聞いた」ってママが言っててそれでなんか定のけは基本的にはずっと三音灯らしいです特徴は分からん体にいいんかな <laughs> ママはそう言ってました <laughs> むずいハル <laughs> ちゃんにはむずいちゃんにはむずいはい <laughs> じゃあ続いてえ大地っちさんから頂きましたありがとうございます海外には行ったことがないって言ってたはるちゃん飛行機には乗ったことあるのこれはですね飛行機結構乗ってます1歳半ぐらいから乗っててそうなんかねおばあちゃんちそうおばあちゃんちがあの九州の大分だったんで。 だったいうんだったんでそう大分に行く時は結構飛行機に乗ってたんでなんかママに聞いたら1歳半の時から乗ってるよって言ってました多分10回は乗ってるかな基本的に飛行機道になるかな,なんか東京にお仕事は新幹線なんですけどプライベートで。 東京に旅行行ったりした時も飛行機だしって感じかなそう基本飛行機移動になっちゃうので飛行機そう <laughs> 飛行機好きそう好き飛ぶ瞬間とか飛んでる間外見るのも大好きです雲の上にいるって何事ってなるいつも <laughs> 大好きですねだから新幹線はむしろ この仕事初めてから初めて乗りました NMB 入って初めて乗ったね新幹線はだからドキドキいまだにちょっとまだ慣れないかも飛行機の方が分かってるかもしれないそうなんだよね空から見る景色が好き分かる最高よなそう そそうななんんよそんな感じですだから飛行機はそれぐらい乗ってるかなはいじゃあ続いて、えー、もう一つライチッチさんから頂きましたありがとうございますはるちゃんは苦手な乗り物とかあるわいは船が大の苦手うんはるかは苦手な乗り物は観覧車 <laughs> 観覧車怖い 怖くないですかなんかジェットコースターとか絶叫系は全く怖くないんやけどでまあ、船もそこまで何とも思わなくて風気持ちいいなみたいな感じで楽しむんやけど観覧車観覧車はマジでね苦手ですね。1回、ま、1回だけけじゃないかもしれんけど なんかね、写真撮るために乗ったんよ前にヘップの観覧車あるじゃないですか赤いやつあれ怖くて <laughs> マジで怖かったです高所恐怖症ではないと思うねんななんかスカイビルとかもあ,あるやんなんか梅田に。 あれとかも全然展望台とかまで行くしジェットコースターも全然景色楽しんだりするんやけどもうね観覧車は何だろうあの揺れる感じが怖くてなんか上でこう風にさ揺れるじゃないですかもう怖くて怖くて早く降りたいと思った <laughs> 早く降りたいと思いながら乗った記憶がある。 って感じかかかななバンジーとかはいけるのかなどうなんやろやったことないけどもやってみたさはある絶叫系はいけるんですよ何回も言うけど絶叫系は大好きなんやけど観覧車だけはちょっと苦手あのゆっくりなのもあかんのかなもしかしたらゆっくりなのもダメなんかもちょっとだから観覧車は。 手ですかね <laughs> って感じかな他は全然何でも基本的には乗れると思う絶叫は全然もッ OK ですもう連れ回してほしいレベルで大好き <laughs> はいっていう感じですじゃあ続いて、えー、バタヤンさんから頂きましたありがとうございます 夢中人のダンスは覚えやすかったですかこれはま正直はるかは苦手分野だったかもしれないです踊り曲とまあ、ダンスも好きなんだけど覚えやすさで言うと苦手だったかもまあ、それを言うと夢中人のフリーレーの時間帯がめっちゃ朝早くて7時からとかだったんですよ <laughs> もう頭起きてない時間に覚えなきゃいけなくてもうなんか眠気と頭回ってないのとで全然入ってこなかった <laughs> めっちゃ早かった朝一だったんですよその日本当にそれはちょっとねロングスリーパーのはるちゃん的にはちょっと朝早いのはちょっと辛 が苦手なんかなそういうこと <laughs> そうかもしれない <laughs> それもあるかもそうなかなか覚えれなかったですね <laughs> はいでもでもめっちゃキャッチーな踊りで可愛い,いし好きです <laughs> じゃあ続いてえー、なくさんから頂きました初「初コメありがとうございます」 ルミナリエ行ってみたいんですよ今年はねダメみたいだけどダメっていうかないできないみたいだけどいつか行ってみたいですねルミナリエめっちゃ気になってます行ったことないから是非行ってみたいですはいじゃあ続いてこれがラストになります ええ新知からいただきましたありがとうございます。イケメン天馬ハルトが大好評でしたかうんでしたが <laughs> コスプレしてみたい男の子のキャラクターありますか？これはまあコスプレ、あれがあんまりねアニメとか漫画とか見ないからあれなんですけど、まあ、やっぱり義勇さんは好きなのでしてみたいかな。ただ顔つき違いすぎて。 多分慣れないと思う <laughs> めっちゃ目吊り上げてしなきゃいけないと思う <laughs> なんか基本目離れて丸めのなんかそういう系のキャラクターじゃないとできんかもしれない <laughs> 目離れてつぶらな瞳みたいな <laughs> そっち系じゃないと似ないかもしれないですね <laughs> はいということでたくさんの教えてはるちゃんありがとうございましたこれで今日はおしまいです <laughs> って感じかなクレヨンしんちゃんおもろ <laughs> って感じかなはい 今日もいっぱい勉強できたおありがとう嬉しいはるちゃん検定もう目指してね <laughs> やったことないけど <laughs> ということでまたお待ちしてますブログにて「ハッシュタグ教えてはるちゃん」って書いていただいてなんか聞きたいことや質問があればぜひお待ちしてます ちなみにこれもうすき焼きって達成したのかなできたのかな皆さんのおかげさまでハルちゃん検定いつ開催いつだろう、ま、たします <laughs> 質問してみよっとお楽しみに待ってます あとマジで黒毛和牛,嘘で黒毛和牛 <laughs> 揺らいじゃった今うそ食べたい <laughs> お値段このままいったらルークハルちゃん辞書になるさうそなってほしいぜひ。 ぜひぜひむずいよねでも忘れちゃうこんなにいっぱい教えてはるちゃんしてたら結構基本的さずっとやってるじゃないですかね <laughs> おねだり食べたい <laughs> 食べたいな <laughs> キュロンキュロン <laughs> 目のキラキラ度をちょっと今効果音にしてキュロンキュロン <laughs> わーしもさんありがとうき焼きありがとうとく <laughs> ちゃんもありがとう,うわあ嬉しい 泣いちゃうちむ <laughs> さんとくちゃんありがとう嬉しい嬉しい <laughs> 優しすぎるよありがとう食べようって書いてくれて、うん、食べよう <laughs> 一緒に食べよう <laughs> ありがとうございます本当に 優しすぎて泣き泣きもう大好き焼きすぎますはるちゃんにおねだりされたね優しすぎない本当もうありがとうもぐもぐ配信きたい確かにこれは 配信しなきゃですね食べてるとこ <laughs> こ,れはこれはこれはこれはもうみんなさんのねおかげさまなのでもぐもぐ配信ですよこれははるちゃんのためならキュンおねだり上手がすげえうそ やき配信またします、うん。まだ達成はしてないんかな。これは。あ、まだあるんだ。スノーマンさん、ありがとうございます。教えてくださって。まだまだなのか。結構。まだまだですね。難しいか。うん わ卵もいっぱい送ってくださってどうやってポイント確認するんだろうねはるか見えへんのかあ達成したと思うよって書いてくれて達成しできたのかなこれどうやってポイント見るの <laughs> どうやって見たらいいんやろ難しい 反映されるまで時差がある。あ、そうなん。達成してると思う。うわあ、ありがとうございます。本当に、本当に、本当にありがとうございます。もう、これは。絶対に、もぐもぐ配信するんで。待っててください。もぐもぐ配信します。これは。<laughs> ありがとうございます今日はちょっともうお腹いっぱいすぎて苦しいぐらいに <laughs> あ、MacBook で見ればいいのかこれはもう今日ははるかは苦しいぐらいですみんなのおかげです。本当にありがとうございますみんなでもぐもぐ配信しながら食べよね これで見ればいいのかな。あ、間違った。<laughs> あ、間違った。え。うん。難しいな、これ。<laughs> どうやって見るんだろう。 あこれ配信終わんないとならんのかなもしかしてもしかしてのもしかしてのもしかしてそんなことないまだかはるちゃんのあ好きはるかがあーってなってるときは大抵なんか失敗してるから <laughs> なんか失敗してますからね見えないところであの なんかしら失敗してる時だからね。どうやったらいいんだろう。ちょっと待ってね。 何分かに1回更新されてると「ありがとう」教えてくれてもうほんまにはるかねやってる側なのにほんと何も分からんくてほん,ほんとにほんとにほんとにポンコツ <laughs> こういうのポンコツ出しますよねほはるちゃんはじめましてこんばんは。 音楽番組大好き唐揚げくんさんありがとうございます嬉しいなんで来てくださったんですかありがとうございます嬉しいポイントね見とるんやけどなんかね反映されない <laughs> 難しい うん。<laughs> 何この配信ハルカが MacBook 先生と戦っとる配信何 <laughs> 分かにあれだからまだなのかなもしかして。 あ時間なのかお肉待ち配信お肉お肉 <laughs> お肉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  <laughs> はじめましてヤマンさんありがとうございます初見さん 嬉しい。なんで来てくださったんですかありがとう。おはるちゃんがショールームやってると聞いたので来ました。えー、嬉しい。ちなみに僕は今現役高校3年生です。あら一つ年下ありがとうございます。嬉しい。わざわざコメントくださって。達成済み出たよって書いてる。嘘 ありがとうございますやった嬉しいやった <laughs> ありがとう本当におかげさまだありがとうございますありがとう本当にみんなのおかげもういつもこうやってねはるかがなんかこれがしたいなとか <laughs> こうしたいなとか言ったら皆さん本当力をいつも貸してくださって本当にありがとうございますもうこれはもぐもぐ配信待っててください待っててねすき焼きパーティーをしましょう また事前に言うわなでもいつ来るのかわかんないどういう感じでね食べれるんかあるか全然分かってないんだけど <laughs> 食べれるの楽しみに待ってます本当にありがとうございます一緒に食べようね <laughs> ちょっとすき焼きにして <laughs> するよもちろん <laughs> 焼き肉とかになってたらおもろいなこんなにすき焼き好きって言ってたのに <laughs> もうちゃんとすき焼きにしますよちゃんと食べますからね <laughs> 本当にもうお待たせしちゃってありがとうございます本当。嬉しい ママさんがさらに美味しくしてくれるよそうですねママにもお願いしとくわ焼き肉なってたら爆笑すると思ういやそれの <laughs> こんなにねすき焼き食べたいとか言ってたのにえっ <laughs> おかしいってなっちゃう <laughs> すき焼きになるので当ててください本当にありがとうございますということで そろそろ終わりの時間がやってまいりました寂しい <laughs> 寂しいよということで早いね早いよ早いこんばんはレイヤーさんこんばんはジョさんなんで来てくれたんですかありがとう 今来たのにコウさんありがとういた手ぶつけちゃった <laughs> 事故事故起きました今はいということではるかルーム恒例1位の方とラッキーさんにはるかから感謝の気持ちをプレゼントということで言葉のプレゼントを今日もさせていただきますそしてちゃんと書き直したよ見えるしゃ喋れなかった今 見える見やすいですすか見やすいあよかったーちゃんとね配信前に書き直してきましたちょっと字が小さすぎて自分でも読めなかったから <laughs> そう大きく書き直したんで多分まあいつも通りの。 でかさぐらいいなって思います <laughs> よかったー、はい。で、今日からちゃんと見やすいボードになってるんで <laughs> 本当にもう小さすぎてほんまごめんって感じだった何日間か <laughs>。ということで早速ランキングを読みたいと思いますではいきます わあ <laughs> またああ出た今日今日あかんですね行きます13位中小原さんありがとうございます12位ムラッチありがとうございます11位ユウスケさんありがとうございます10位なっちさんありがとうございます9位スノーマンさんありがとうございます8位ホリーさんありがとうございます7位フレンドちゃんありがとうございます6位ごっちんさんありがとうございます 5位ヒデさんありがとうございます4位シムさんありがとうございます3位ヒロゾーさんありがとうございます2位トクちゃんありがとうございますそして1位がイグッチさんですありがとうございますありがとうということで早速本日のラッキーさん決めたいと思います今日のラッキーさんは この方じゃーんを十二ムラッチいますか？十二いますかね？おいたおめでとうございます。久しぶり確かに。 お久しぶり <laughs> 少々お待ちをちょっと待ってね こもう終わっちゃいますかそうなんよこれが終わったらまた来てくれますか <laughs> はい、ということで今日のラッキーさんは村っちですおめでとうありがとうございますじゃあじゃあ何番がいいですか また今度ゆっくり話しましょうあ待ってます約束4番 OKOK、OK OK、まる4番では4番はまあちょっと携帯が必要なので携帯持ってもらっていいですか <laughs> ちゃんと設定しとるってやつ <laughs> 電話用意していただいてお願いします <laughs> じゃあいきますよ ムラッチ電話してごめんなどうしても声聞きたかってんムラッチギュってしてはいありがとうございますおめでとうございました電話ありがとうございます <laughs> ちゃんと持って、そうやで傘の次は携帯ですから今回 <laughs> ちゃんと設定しとる <laughs> ありがとうございますいいね、お、いいですかキャーってそのままさん <laughs> キャーって言ってこれは半端ない、嘘え嬉しいな<笑><笑>電話作ってはるちゃんからの電話待ってましたありがとう、ありがとうございますこちらこそ <laughs> ではでは続いて 今日一位のイグッチさんありがとうございます。ではでは何番がいいですか？糸電話用意する <laughs> 最高 <laughs>。その距離にいるってことね <laughs>。何回でも聞きたいので既に録画録音したい。 そんな聞いてくれるのあ同じく呼び捨てで4番でお願いします OK 呼び捨て初めて呼ばせてもらうからなんかドキドキしますね緊張しちゃう <laughs> じゃあいきますよ4番じゃあ携帯持ってもらっていいですか同じくお願いします <laughs> じゃあいきますよ <laughs> いきます イグチ電話してごめんなどうしても声聞きたかってんイグッチギュッてしてはい <laughs> ありがとうございますありがとう呼び捨てファンタジー最高いい歌よな呼び捨てにしてほしいの 付き合っているみたいにありがとうございますてれてれありがとうにやけたやばいありがとうこちらこそありがとう電話ありがとうございます <laughs> 嬉しいみんなそんな甘やかしてくれて嬉しい <laughs> はいということで 今日スペシャルギフトをくださったパパナキさん、とくちゃん、佐藤さん、ひでさん、ほりーさん、スノーマンさん、いぐっちさん、フレンドちゃん、シムさん、ゆうすけさん、そして、ひろぞうさん。 マジカルコアラさんナッチさんやぶちゃんバタヤンさん中小原さんアマズアンかけさんアンケンさんあ違うとこしちゃった <laughs> 違うとこしちゃったえー、シムさんそして。 サンベマーボーさんムラっちさかさんかっきーさんひでさんマークさんりさちゃんごっちんさんかな呼ばれてないよーって方いますか あようやくに来たありがとう本当にありがとうございますたくさんの方見てくださってありがとう呼ばれてないよって方いますか大丈夫かなそしてとくちゃんいぐっちさんひでさんごっちんさんそしてひろぞうさん そそしてそしててシムさんかなはすき焼きタワーそして焼肉タワー本当に本当にありがとうございますありがとうもうすごいよここ豪華すぎてスクショしとおかんしとこしとこ <laughs> しゃれない <laughs> スクショしとかなあかんレベルの豪華さほんとありがとうございます 本本当当ににありがとととうう大好き焼き焼いこで皆みんなたくさんの方がね見てくださって嬉しいですありがとうなのでねさっきも言ったように動揺しすぎてほんまに嬉しすぎて動揺しちゃう。ということであのこのね皆さんから頂い,いたすき焼きはあのちゃんと配信で。 いただこうと思うので <laughs> 楽しみによかったら待っててください本当に本当にありがとうございました嬉しいお腹いっぱい食べたいです <laughs> 本当にありがとうございましたみんなもう寒くなってるんで体調には一緒に気をつけようね暖かくして気をつけましょうね 本当に、本当に、ありがとうございました。またねー。